はい、M です。よろしくお願いいたします。それでは今回は大井リーグ豊島九段対藤本渚五段戦のハイライトやらせていただきたいと思います。この将棋は藤本五段の駒組みが少し危なかったようで、豊島九段が素晴らしい手順で早々とリードを奪いました。今28手目4三銀と藤本五段が上がったところなんですが、ここで豊島九段はチャンスと見て2四歩と突きました。これが厳しく一気に先手が優勢となります。同歩と取ると2三金の筋が非常に厳しくなりますし、また同角と取ると2二金というかなり指しづらいんですが妙手がありまして、これで次の2三金からの突破を見せて先手が優勢になると、そういう展開がありました。例えば3二銀とかで防ごうとするとシンプルに1一金と取りまして、これが非常に厳しいです。次の2六香などを見せまして非常に厳しい手で、これは先手が優勢となります。ということで2四歩で早くも先手が1本取った形となりました。実戦は同歩に7七桂と進行して、飛車が引けば2三金で攻め潰そうという狙いですが、藤本五段は、飛車を引いて2三金の変化よりはまだマシと見て2五飛車と思い切ってぶつけていきました。で同飛車同歩と飛車交換になります。豊島九段はここで3九金と落ち着いて寄って2八飛車を消しました。これで万全となっております。以下藤本五段も3二銀という粘りを見せていきますが、3五歩同歩3四金と角をいじめて先手が絶好調の展開となりました。で角逃げるようでは6五桂や4四金で勝てないと見た藤本五段、ここで3六飛車というすごい勝負手を放ちました。藤本五段は、私が見てる限り毎局のように序盤は不利になるんですが、中盤以降こういうすごい手を放って逆転していく印象があります。3六飛車の局面が一つ大きなポイントとなっておりまして、実戦はここで豊島九段が金取りを受けなかったので一気に逆転模様となりましたが、ここで5六歩と角筋を生かして金を守っていれば依然として先手が有望な展開が続いていたようです。同飛車と取ると金取りが消えてしまうので、一例として3三金と取って、同銀なら4三角と打って2一の桂取りと6一飛車を見せて先手大優勢、そして同桂も3四角と打って、これが6一飛車と5六の飛車取りを見せて、これも先手大優勢となります。ということで5六歩とついていればちょっと後手から手段が難しく、3八銀とかもあるんですが、これも一例として4八金とかわされておくと2九銀なりにそこで6五桂と跳ねていって王様が広くなる上に5三地点を狙うことができまして、いつでも好きなタイミングで飛車が使えて、角も取れますし4四金も狙えますし、これも先手大優勢の進行という形になっておりました。5六歩ついていれば豊島九段が優勢をキープできましたが、実戦は8五飛車と打ったため藤本五段が3九飛車成と踏み込んだのが好手で、8一飛車成でこれで後手も受けづらそうに見えるんですが、3八竜と一つ引いて合駒請求して5八桂と先手の戦力を削って6一金とがっちり受けてみると、一気にこう攻守逆転、難解な形勢となりました。評価値はともかく実戦的に後手玉が非常に硬くなって、後手の方が2九の桂を取ったり分かりやすい手が続くので、どっちかというと後手の方が勝ちやすそうな、そういう状況になりました。やっぱりこの3六飛車がすごい勝負手で豊島九段を惑わせた強烈な一着でした。で5六歩と受けておけば、藤本五段が依然苦しかったんですが、実戦は3六飛車に豊島九段が対応を誤って一気に互角に追いついたと。そしてそこから数手進んで迎えた57手目、豊島九段が3三歩成と成り込んだ局面になります。次3二の銀を取る手が非常に厳しく、6六の角と1五の角の2枚角の利きで非常に後手もどうやって受けていいかわからない、そんな状況なんですが、ここから藤本五段が一発で決めにかかります。それが5七桂成ですね。王様と角の焦点に成桂を桂を捨てる手が好手で、これでいっぺんに先手玉が危うい格好になりました。
同玉と取ると6九竜と金を取られてしまうので同角と取るしかありませんが、5六銀と打たれて想像以上に受けづらい局面となっております。これほっとくと、例えば3二ととかでほっとくと一回同金と手を戻されておいて、依然として5七銀成同玉6九竜が受けづらい状況で先手が負けそうという展開になってました。で、5六銀に例えば角を逃げると6七銀成同玉6九竜という筋があります。これが厳しいという状況ですね。かといって例えば7八銀で受けようとしても、5七銀成として同玉なら4五桂と打たれて、で先手玉が詰むか必至がかかるかと、そういう展開になってしまいます。6八玉は5七角で一気にやられてしまいそうですし、4六玉も5七角から、王様をかわして6九竜として次の5五金打ちの詰めろをかけられて、これもちょっと参ってしまうというところですね。ということで、5六銀に、これで実戦は8四角と豊島九段仕方なく上がっていきますが、一回7二銀と陣形を整備して8二竜に6七銀成で一気に先手玉が寄り筋に入っていきました。で、同玉に6九竜から6八銀に5五桂6六玉5八竜と一気に追い込んでいきます。これほっとくと次6七桂成同銀5五竜という筋もありまして、いっぺんに先手玉が危うい状況になってしまいました。ただ豊島九段もさすがで、ここから7三角成と勝負手を放っていきます。これ同銀と取ると4二とと取りまして、同金同竜で一気に詰んでしまうと、そういう恐ろしい勝負手なんですが、6二金打ちとがっちり受けて、藤本五段崩れませんでした。これで同馬同金7一竜とさらに豊島九段が大迫力の追い込みをかけていきます。6一金と引くと6二金で詰んでしまいますし、また5二玉と上がると3二とと取って、これが次4一竜の詰めろで、同金は4一銀から一気に逆転となりますが、7一竜に対して6一銀と引いたのが、これがまたうまい受けの攻守でした。6一銀に対しては7三桂とか7四桂とか見えますが、例えば、7四桂とやると6七桂成と切り札が飛んできまして、で同銀は5五竜で詰みます。で、7五玉も6四金から手順に桂馬を外してしまえば勝てると、これで詰めろが消えて後手の攻めが延々とこう続く形になって勝てるというところですね。いつでもこの6八の銀が取れる状況になっているのが厳しいです。ということで、次戦は3二と同金に豊島九段も7五玉というさすがの粘りで対応していきますが、藤本五段は6七桂成と成り込んで5五竜を見せつつ6八の銀に当てていきました。で、ここで豊島九段は7四桂と打ったんですが、これが敗着となってしまいました。豊島九段ももうこの辺りで1分将棋に追い込まれてしまっていたので、さすがに失着が出る時間帯だったというところですね。で、7四桂に6四金と先ほどと同じように寄っていきまして、これでほぼ勝負ありとなります。8六玉に7四金と桂馬を除去されて、同竜に6四角と打たれて、一方的に後手の攻めが続く形で先手が敗勢になってしまいました。ちなみに7四桂のところは7三桂と打つ勝負手がありました。ぱっと見6四角で王手桂取りを打たれて抜かれてしまうように見えますが、8五玉とかわしまして7三角にはここで3三銀と迫る手がありまして、これほっとくと4一金から5手玉なんと詰めろになっています。例えば6八成桂とかやりますと4一金という攻守がありまして、5二玉は4二金から詰み、同玉には3二銀なり同玉3三金と打ちまして、4一玉には4二金で詰み、2一玉もここに銀が落ちているので6一竜と取りまして、同金に3二銀1二玉2三金で詰むという恐ろしいトンシ筋がありました。この展開であれば評価値的にはまだギリギリちょっと後手がいいんですが、もうどちらが勝ってもおかしくないと、そういうギリギリの状況になっておりました。一例としてここから後手としては5五竜と王手して、6五歩と
歩を打たせて、これで後手玉への攻めを相対的に緩和して、3三金同角成4一桂とがっちり打っていって、どうなるかと、こういう展開だったようです。まあ、これもただ3二金と食らいついて、3三桂には4一金打ちで後手玉が詰むので、後手も4五竜と紙一重の受けをしなければならず、実戦的には相当際どい戦いが続いていたという状況だったようです。なので81手目7四桂ではなく7三桂であれば、豊島九段が、豊島九段もまだ逆転の望みを持って戦えたという状況だったようですね。本譜7四桂だったんで、6四金から7四金で、桂馬を除去されて、ちょっと先手に勝ち目の薄い展開になってしまいました。そこから何手か進んで、豊島九段が2一角から3二金と必死に後手玉に食らいついたところになります。これほっとくと4二金から同金同角成同玉に4三金と打つ詰めろになっているんですが、ここで6三金と3一の金を見捨てて王様の退路を開いたのが絶好の受けで、先手玉にプレッシャーをかけつつ、さらに後手玉6二玉から対比する手段を見せまして、一気にこれで後手が勝勢、後手の勝ち筋となりました。本当に藤本五段、金取りで詰めろでかなり焦る局面なんですが、6三金と冷静に指して最後の最後まで冷静でした。そして豊島九段も3一金と下駄を預けますが、7四桂と藤本五段が最後の決めにかかります。同銀は同金で金が寄せに働いてきて寄ってしまうので9六玉とかわしましたが、ここで8四桂が詰め将棋のような鮮やかな攻守でした。仮に同銀なら8六飛車と打ちまして、9五玉9四歩まで詰んでおります。8四桂に8五玉の場合はこれ本譜なんですが、6八竜と取りまして、ここで豊島九段の投了となりました。取る以下は同銀には9四銀で詰んでしまいます。8四玉に8三飛車までぴったり詰んでいるという状況でございます。で、6八竜に対して後手玉を詰ましに行く手段も、例えば4二角成としても、同玉と取っても詰みませんし、まあ、6二玉とかわしても詰みませんし、先手玉は必死、後手玉は安泰で後手の勝ちが確定するということですね。ということで1局を通して、まあ、序盤は豊島九段がかなり良さそうな局面あったんですが、本当に藤本五段が怪しい勝負手を放って、やっぱ40手目のこの3六飛車ですね、まあ、善悪はともかく、まあ、勝負師としての藤本五段の嗅覚が打たせた、そんな一手だったように思いました。まあ、この手を境に大逆転、5六歩と突けば豊島九段が優勢だったんですが、まあ、実戦は8五飛車からの大逆転で一気に藤本五段が持っていった、そんな将棋だったと思います。まあ、最後も終盤もかなり難しい競り合い続いてたんですが、やっぱり58手目の5七桂成といきなり桂馬を成り捨てて同角に5六銀と行く非凡な着想ですとか、まあ、そういったところが光った勝利だったのかなと思います。豊島九段もかなり食らいついているように見えましたが、藤本五段の受けが本当に正確で、紙一重のところで藤本五段が正確に受け切って勝利したと、そういう将棋だったと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。最後はやっぱり81手目ですね、74ではなく73から打っていたらまだもう一波乱あった可能性もあると、そういう状況でございました。これで藤本五段、そして斉藤慎太郎八段、さらに佐々木大地四段が2勝1敗で3名並ぶという状況でございます。豊島九段は残念ながら1勝2敗で、ちょっと挑戦争いは厳しい状況となりました。果たして藤本五段、いきなり王位挑戦ということがあるのかどうか大注目でございます。それでは失礼いたします。